ベニンゲンアムネッカーはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトゥットガルトの北約 20km に位置する。この町にはベニンゲン集落のみが含まれており、その他の地区はない。ネッカー川打工部に面するベニンゲンアムネッカーの航空写真ベニンゲンは西に向かって開いたネッカー川の打工部、ムル川がネッカー川に注ぐ。 河口部の対岸に位置している。町の中心部は直接ネッカー川に面しているが、新しい住宅地はネッカータールの滑走斜面の上にある。町の北側には対岸のネッカー川右岸の斜面が狭い帯状にこの町に属している。この部分は急勾配となっており、ドウ栽培が行われている。ワイン作りはかつてこの町の経済的基盤の一つであった。 デニンゲン集落の他にこの町に属す地区はない。この町は、北西は、プライデルスハイム、北東はムル、東から南にかけては、マールバッハアムネッカー、南西は、ルートビヒスブルク、西は、フライベルクアムネッカーと境を接している。いずれもルートビヒスブルク郡に属す。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。 ベニンゲンアムネッカーの町域内には廃村となったドゥーデリンゲンがある。ネッカー側は85年頃からローマ帝国の境界であった。この国境を守るためにローマは、いわゆるネッカーオーデンバルトリーメスを建設した。現在の町の南東端にあった城塞は、その一部であった。この中東地防衛のためにムル川川口の対岸という立地がおそらく戦略上の役割を果たしたのであろう。 150年頃に国境と城塞に駐屯していた部隊は東のムルハルトへ移動したが民間人はこの地に残ったのである。260年頃アレマン人がローマ人を駆逐しこの地域に定住した。ベニンゲンという地名はおそらく実ペの指導者でブンノと呼ばれる人物にちなんだものとされている。この集落は779年に古田修道院の所領として 初めて文献に記録された。その他の土地所有者としては、ロルシュ修道院やシュパイアー司教があった。1351年と、最終的には1497年に、ビュルテンベルク領となり、アムトマールバッハに属した。1718年から、新たに創設されたルートビヒスブルクがこの地域の新たな中心に発展し、ベニンゲンは1762年に、 オーバーアムとルートビヒスブルクに移管された。1682年頃に、アンドレアス・キーザーによって描かれたベニンゲン・アムネッカー1579年に、隣町のマールバッハのラテン語学校校長であったジーモン・シュトディオンが、ローマ時代の遺構を発見し、初歩的な発掘を行った。ローマ城西ベニンゲン城のシステマチックな考古学的発掘と、それに基づく、 軍事的重要性に関する考察は、エドアルト・フォンカレー将軍によって19世紀に開始された。現在新しい町役場周辺に出土品が展示されており、町役場自体の中には、ローマ博物館が設けられている。1618年に、ベニンゲン付近のネッカー川に橋が架けられた。これは1785年から1787年に、 新しい屋根付きの橋に架け替えられた。この橋も1945年に爆破によって甚大な損傷を負い、1950年代に現在の橋に架け替えられた。30年戦争の時代、ベニンゲンでペストが猛威を振るった。1693年、マールバッハを焼き打ちしたフランス軍の襲撃により、ベニンゲンも大きな被害を受けた。 ルートビヒスブルクの城と町の建設は、不役や宿営といった負担が追加されたことを意味している。この集落がすべての負荷から解放される過程は簡慢で、このため18世紀から19世紀に多くのベニンゲン住民がアメリカに移住した。この町は1879年にムルタール鉄道によって鉄道網に接続し、1881年に ルートビヒスブルクへの支線も開業した。鉄道に接続したことでこの集落は労働者の街となり、経済的発展がなされた。1964年8月10日に町名にアムネッカーが付与された。1970年代の市町村再編の際、ベニンゲンは独立を保ったが、マールバッハアムネッカー自治体行政連合に属した。交通の便が良い立地であることから、 ベニンゲンは人気の住宅地に発展した。1970年から1994年までの間に人口は約34%増加した。2006年12月18日、公民館として利用されていたアルテ・ケルターの小屋組が火災にあった。この歴史的建造物は70万ユーロの損害を負った。ネッカー川越しにベニンゲンアムネッカーを望む。 各時点の長域における人口推定値、人口調査結果、あるいはバーデンビュルテンベルク州統計局の公的研究地を示す。数値はこの町を主たる居住地とする人口である。宗教改革後ベニンゲンは福音主義の町である。現在もベニンゲン住民の多数が福音主義地方協会に属している。この他に、 福音主義イコールメッソリスト教会やエホバの承認もこの町で活動している。カトリック信者及び神使徒教会信者はマールバッハ・アムネッカーの教会に属している。ベニンゲンの町議会は14議席からなる。議会には選挙で選出されたこの名誉職の議員と議長を務める町長,長が参加する。町長,長は町議会において投票権を有している。 2019年現在の町長,長はクラウス・バールトンである。ベニンゲンの紋章は近似に斜め十字に組み合わされた2本の黒い修道院長図へ。この紋章は1931年に認可されたが、1677年の教会石にすでに刻まれている。これはおそらくベニンゲンに対する教会守護権を有していたバックナング修道院の印であった。 1980年5月20日に、ベニンゲンアムネッカーは、ルートビヒスブルク軍の軍長から、黒から木の旗を認可された。ベニンゲンは、ビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。ベニンゲンアムネッカー駅の S バーンの列車ベニンゲン駅は、鉄道バックナングルートビヒスブルク線の駅であり、1980年から、 シュトゥットガルト S バーンの S4 号線が運行している。S4 号線の列車は30分間隔で両方面に運行されているが、ラッシュ時には15分間隔で運行している。この他に、町内にはマールバッハ発電所への引き込み線があるが、ネッカー川の対岸を貨物列車が運行するだけである。アウトバーン A81 号線のプライデルスハイム、 インターチェンジは3キロメートルほど離れているだけである。ベニンゲンへは船で行くこともできる。ネッカー旅客船がベニンゲン乗降所を有している。シュトットガルト国際空港は約5 0トル離れたラインフェルデンへヒターディンゲンにある。ベニンゲンには基礎家庭学校が存在する。上級の学校へ進学するには近隣市町村の学校へ行くことができる。 この他に、町立及び協会が運営する幼稚園が合わせて6園ある。この町の電力及びガス網は、スーアグエネルギーエジーの子会社、シナ GMBH によって運営されている。ベニンゲンの上水道は、ボーデン湖水供給会社から水を引いている。ビーグレッカー高架水槽が、町への水供給を担っている。水は、ここからハイドン通りの別の高化水槽を経由して、 三つのカーツゾーンに分配される。ヘルデンミューレ汚水処理目的連合が、ベニンゲン及びマールバッハ、シュタインハイム、ムル、グロースボットバール、エルトマンハウゼンの汚水処理を管轄している。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減。 再利用、廃棄といった処理を行っている。デュプリカーサ・ベニンゲンは、ビュルテンベルクワイン街道及び日本の州、広域自転車道、ネッカータール自転車道とシュトロムベルクムルタールバークに面している。牧師館は古文書研究家、アウグスト・フリードリヒ・パウリーの成果である。この建物に記念プレートが設置されている。ベニンゲンには、バウハウス様式の邸宅として、広く知られる。 デュプリカーサがある。TSV ベニンゲンのサッカーチームは1960年代に当時ドイツ最高のアマチュアリーグであった北部ビュルテンベルクアマチュアリーグ一部に数シーズン参加した。当時のベニンゲンのチームには後に VFB シュトゥットガルトに移籍するルリー・エンテンマンとビリー・エンテンマンが在籍していた。TSV1899 ベニンゲンのレスリング部門は ブンデスリーガ2部で何度も成功を収めた後、フェアバンツリーガに転落した。町役場の近くに建てられたバルハイムのジュピター柱の複製エースバーンの駅の近くにある新町役場内にローマ博物館が入居している。その近くにはバルハイムのジュピター柱のコピーやローマ街道の一部を含む屋外施設がある。旅館、ツームアドラーには郷土博物館が入居している。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。